はい、皆さん、こんにちは。今日、最新情報化した資産価値レポートの中の神奈川の大規模マンションというのについてお話をさせていただきます。今、なんと30物件ありますね。4月時点で31物件ありました。で、3つ完売しまして、2つ入ってきたという情勢で、ただね、ひどいですね。3ヶ月前に見たときとほとんど状況が変わってない物件が多かったんですよ。まあ、簡単に言うと売れてないという状況でございますね。まあ、郊外が多いんですね。大規模マンションなんで、200戸以上を取り上げてございます。郊外が多いんで、動きが悪いんですけども、まあね、高くなったっていうのもありますけども、郊外ってそんな言うほどね、都心ほど高くはなってないんですよね。まあ、1割、高いところで2割ぐらいでしょうね。それが皆さん買えないという状況でして、だいぶ完成在庫も溜まっております。で、売れたのはですね、近郊ですね、アクアブリーズ川崎とかですね、シティテラス横浜綱島っていうのは、これはもうできて3年近くになったんで、住友の方程式でもう自動的に完売ということですね。あと、オハナ総武台っていうのも、これももう3年間頑張ってましたけど、とうとう、まあ、これ、野村ですからね。なりふり構わずという価格提案をしたんですよね、最後は。で、入ってきたのが、ルネ横浜戸塚439戸。戸塚駅徒歩12分で、これもしんどそうな物件ですね。ハゼコプロジェクトですけど、ハゼコプロジェクトなのに、子会社の総合利子1社っていう439ですからね、なぜ1社になったのかっていうのは、ちょっと考えどころでございます。あとは、プライムパークス上大岡、ザ・レジデンス。ザってこれ恥ずかしいからやめてほしいんですけど、まあ、しょうがないですね。京浜急行です。売り主は。まあ、これは上大岡駅徒歩8分なんで、まあ、200戸ですから、まあ、頑張ってるやつのうち売れるかもしれませんね。まあ、全体的には非常に低迷と言っていい状況でして、まだまだこれしんどい労働が続くなという感じはしていますし、消費税上がってしまったらなおさら苦しくなるんだろうなというところが見えています。はい、皆さんどうもありがとうございました。